これを首に装着します。両手が開くんですよ。もうすでにですね、首がね冷えてきてるんですよ。サムライチャンネルへようこそ。今回はですね、夏場の暑さ対策ということで、このねランボさんのネッククーラーをね紹介したいと思います。でね、ネック今クーラーと言ったんですけれども、実はですねこの商品、夏も冬も使えるね素晴らしい商品なんですよ。そしてですね、暑さ対策ということで空調服をですね着られている方も多いと思うんですけれども、私実はね持ってないんですよ。で、昨年はですねネックファンといって首からかける風だけ出るものをね買って使っていたんですけれども、まあ日頃のねこうじっとしている時にはですね、その風だけ出るものでも十分涼しいんですけれども、草刈りにはねもうつけていても全く効果がないというね代物でしたので、こちらですねランボさんのアイスライト、実は上位版でですね音楽を聴けたり、また電話もできる、そして心拍も測ってくれるというね素晴らしい機能のものがあるんですけれども、まあそういったですね機能を省いて簡易版にしたのがこのライトなんですよ。で、ライトといってね機能を省きすぎたんではないかという方もね思う方もいるかと思うんですけれども、早速ですねこちらの商品開封していきたいと思います。さあ、それではね早速ね開封していきたいと思います。よいしょ。おー、なかなかね高級感あるねパッケージですね。で、開けますと、もう早速ですねこちらにですね取扱説明書の方が出ています。で、こちらはですねメインの操作スイッチになるんですけれども、こちらをですね1回押しますと、こういうふうにピッとなりまして、ここにですね F の1番と、今ねこれ風量が1番ということですね。そしてこのね電池のマークはですねバッテリーの残量を示していますね。で、バッテリーはですねなんと 6000mAh ということで、十分なですね電力がですね内蔵されていますね。そしてですね、これは風だけのモードなんですけれども、このね今緑に光っている操作ボタンをですね長押ししますと、これがですね青いモードに切り替わります。そうしますと C の1番になりまして、こちらですね、あ、もうですねすでにここのね冷却プレートがもう冷たくなってきているんですよ。ここがですね冷たくなるのと合わせてですね、これだけの面積が冷たくなるのと合わせて、さらにですね冷たい風がね吹き出てくるんですよ、これ。で、今冷たいねこの冷却モードと、こちらですね風もですね切り替えられますので、この C の3番、こうしますとですねかなり強い風と、そしてこのプレートが冷たくなってひんやりモードになって、おそらくですねこのモードだったら草刈りの時にもですね十分体を冷やしてくる冷却性能があるのではないかなというふうにね予想はしています。またですね、実際の草刈りでね使ってみなければわからない部分もありますので、この後ですね草刈りで試してみたいと思っています。そしてですね、このすごい冷たくなってきてる、ここ。そしてですね、やはり首を冷やすのが一番体を冷やしてくれると言われていますので、かっこよくですねさらに体を冷やしてくれるのではないかなということでね非常に期待はしているんですけれども、すごいのはですねこれだけじゃないんですよ。さらにですねこの操作ボタンを長押ししますと、ここがですね白いランプにね切り替わります。そうしますとなんとね AI モードに切り替わると。で、 AI って言いますとね何かこう未来を感じさせるねモードなんですけれども、今こちらですね26度となっているんですけれども、この冷却プレートがですね26度になりまして、冷たい風をですね吹き出してくれるんですよ。そしてこの外気温に合わせてですね自由にですね AI の方が選択してくれますので、もうですね人間はですね何も考えずに、もうこのですねアイスライトに全て任せて使用できるモードになっていますね。ただこの AI モードもですね使いこなすにはアプリとですね連携するのが一番の得策となっていますので、まあアプリと言いますとねそんなの使えないよという方もいると思いますので、今回はですねその連携モードについてはですね省かせていただきたいかなというふうに思っています。そしてですねこういった商品夏しか使えないと思いがちなんですけれども、この操作ボタンをですねもう一度しますと、ここがですね赤くなるんですよ。そうしますと H の3、
これになりまして、実はですねこの冷却ねパネルのところがですね、これ冷却だけじゃなくて温めてくれるモードになるんですよね。それですので冬もですね首からですねじんわりとですね体を温めてくれるということで、夏も冬も使えるね素晴らしい商品なんですよね。で冷え性のですね女性の方にもですねカイロ代わりになって、あ、もうそんなことを話していましたらですね、もうこちらですね温まってきていて、これはすごいな。もうですねじんわりとですね温かさがですね伝わってきています。つまりですね夏も冬も使えるね商品なんですよ。そしてですね夏はですねご主人が使ったりしまして、冬はですね奥様にね貸してあげるという使い方もできますので、一年中使えるね商品となっていますね。そしてですねこれをもう一度長押ししますと、先ほどのですね緑に切り替わって、風だけが出るモードになりますね。まあ一番はですねこれが草刈りで使えるのかと、空調服の代わりになるのかというところなんで、これからですね早速使っていきたいと思います。さあそしてですね夏のね暑い時の草刈りといえば、まあ今日も暑いんですけれども、まあこうしたね T シャツにこのロングのピチピチとしたねこのクール素材のものですよね。まあこういったのをね着て作業する方も多いのではないかと思うんですけれども、まあそうしますとですね、まあ空調服をつけるとねモコモコしてしまって、なんかこう騒音って言いますかね、風の音も聞こえますし、まあなんか見た目ねちょっとこう膨れ上がってしまってかっこよくないと、そんな時にですねこのクールライトですよ、これをですねこのようにですね開きますので、これを首に装着します。あ、もうねこれでねまだ電源入ってないんですけれども、首にね当てた瞬間ですねひんやりするんですよ。先ほどのですねアルミ素材のものが首に当たった瞬間にですねもう首がですねひんやりしてくれますので、もうこれだけでですね涼しいかなと。でさらにですねこちらのスイッチでですね、もうこれね触ればですね手触りでスイッチの場所が分かりますんで、こちらをですね一回押します。そうしますとピッといってですねもう風が出てくるんですよ。これだけでですね非常に涼しい。まあ昨年私もですねこれとは違う商品使ってたんですけれども、普段の生活だったらねもうこの風モードだけでね十分なんですよね。でもですね草刈りの時にはねもう風だけだと、もう周りの熱い空気が出ているだけとほとんど変わらないんですよね。ところがですねこのクールライトはですね冷たい風が出る仕様になっていますので、まあこちらを使ってですね草刈りの方を行っていきたいと思います。それでですね十分な体を冷やす機能があればですね、もうこれ草刈りにもですね十分使えますし、まあ、アウトドアとかでねいろんなところにですね使えますので、これはですね一つ持っていてもいいかなというふうにね思います。で私ですね昨年ですね、非常にですねアウトドアで効果を実感したのはですね、まあ、あるコンサートに行ったんですよ。そしてですねもうスタジアムの周り一周するぐらいな長蛇の列で、炎天下の中でですねもう多くの方はですね、まあ、手で仰いだり、まあ、こう手持ち式のね扇風機もありますので、そういうのを使ってた方が多かったんですけれども、もうこの首からかけてればね両手が開くんですよ。それですので、まあ、この首からかけるタイプってね重さもあまり気になりませんし、非常に便利だというのは実感してますので、このクールライトの冷やしてくれる首からかけるねもうエアコン、これの効果をね非常に楽しみにしていますので、早速ですね防走行為を行って試していきたいと思います。さあもうすでにですねエリートライト、このネッククーラー装着してるんですけれども、もうすでにですねこれエアコンモードにしてあります。そしてですねここにスイッチがありますので、ここね触っていただくとねスイッチの場所が分かりますので、これをですね一度押すとピッと言いまして、これでね電源が入ります。ですでにですねもうこちらですねエアコンモード、風もマックス状態にしてありますので、これでですね体が冷えるのか、もうこれね多分マイクでね音を拾ってるんじゃないかと思うんですけれども、もうすでにですね首がね冷えてきてるんですよ。それでですねこの吹き出し口から顔とそして背中に向けてですね冷たい風がねもう吹き出してるんですよ。それでこの冷却プレートの中にですね冷やすね部分があるんですけれども、風を取り込んでですねそこの部分を通過して風も出るので、
冷たい風が吹き出してるんですよ。顔とですね、この背中、全周囲にわたって冷たい風が吹き出してるのと合わせて、さらにですね、この冷却プレートで首を冷やしているという構造になっていますので、もうかなり冷えてきてるな、これ。特にですね、こう顔周り、首から体が冷えてきているなというのを、今実感しますね。ただ夏場のですね、暑い時、この時にですね、どのようになるのかというのが一番の課題ですので、早速草刈りを行ってね、試していきたいと思います。そして今回使うマシンはですね、エコーの BSR510、 50V のですね、電動刈り払い機ですね。こちらですね、バッテリーを、装着していきます。これでもう準備完了ですね。早速ですね、使っていきたいと思います。いや、今ですね、草刈りを行って、非常に暑いんですけれども、もうね、背中からね、今汗をかいている状態なんですけれども、もうね、首だけはですね、冷たいんですよ。冷たさが持続している。なんか体は暑いのに首だけはね、冷たいので、風が出てくれていて、なんかね、これね、体を冷やしてくれる効果はね、必ずありますね。で、人によってはですね、あまり感じないかもしれないんですけれども、私はですね、これ首周りね、非常にね、冷たく感じます。で、安いモデルのね、風だけ出るタイプがあるんですけれども、あれはですね、もう首がですね、もう全く何も感じませんので、このね、アイスライトのように首をしっかり冷やしてくれて、そして冷たい風が吹き出ると。これはですね、空調服ともう一つのですね、体を冷やすアイテムの選択肢になりますね。そしてですね、今フルパワーモードで使ってるんですけれども、これでね、どのくらいバッテリーが持つのかということなんですけれども、このですね、 6000mAh のバッテリーを搭載していますので、実はですね、2時間以上持つんですよ。それですので、そのですね、外気温によってもね、この辺のところは変わってきますし、使い方によってもですね、バッテリーの持ちっていうのは変わってくるので、この辺のところはですね、使いながらというところはあるんですけれども、2時間以上持てばですね、1回の草刈りで十分かなというふうに思います。そしてですね、1時間から2時間くらいの充電でまたフル充電できますので、休憩中にですね、充電をしておけば継続して使えるのかなというふうに思いました。いや、これはですね、草刈りの暑さ対策、これね、十分使えるアイテムだなというふうに感じました。ただですね、こちらもですね、欠点があるんですよ。それはですね、価格ですね。安いモデルはですね、3000円から5000円で買えるんですけれども、このアイスライト、これだけの機能を搭載していますので、だいたいですね、2万5000円から3万円ぐらいの価格となっています。Amazon のですね、特売でですね、リーズナブルで買えるときもあるんですけれども、通常はですね、これ3万円の定価ということで、この価格がですね、一つネックになるのかなというふうに思っています。ただですね、暑い時に草を刈らざるを得ない。またそれによってですね、体調を壊してしまってはですね、元も子もなくなってしまいますから、こうしたアイテムをですね、上手に活用することで、草刈りが楽しくできるんではないかなというふうに感じました。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんからのチャンネル登録やコメント、そしてグッドボタンが私の動画制作の原動力です。草刈りに楽しみを。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。